ジョバンニダカッシャは14世紀イタリアトレチェント音楽の初期の音楽家。イタリアに初めて多声音楽をもたらした作曲家の一人。ミラノのセンシュル・キーノ・ビスコンティの宮廷に出入りし、マギステル・ピエーロやヤコポ・ダボローニャと共に活動した。1350年頃、ベローナのスカラケ・ノ・マスティーノ2世の宮廷において、 ヤコポダ・ボローニャと音楽を競い合ったという記述が残されている。ジョバンニ・ダ・フィレンツェ、ヨハンニス・デ・フロレンティアなどいくつかの別称が知られていて、フィレンツェとの関連が深いことを伺わせるが、出身は現在のイタリア中央ブンブリア州の町シャとする説が有力である。18曲のマドリガーレ、1曲のカッチャがスクアルチャ・ルーピシャホ本、パンチャ・ティーキシャホ本、ロッシャホ本。 例な写本等に残されている。かっちゃに関しては優れていたと評されていたらしいが、今日には良犬もたくさん、たかもいっぱい連れて一曲しか残されていない。その他に二世の間取りがあれ、美しき星は多くの写本に残されていることから有名であったと思われる。ありがとうございます。